はいどうも、キリハです。今回は、初音ミクのスキルのレベルアップに必要な素材の修正について動画でまとめようと思います。実装されてスキルを上げようと思った方は必ず思ったと思うんですけど、スキルレベルアップに必要な素材の数がかなりエグいんですよね。それに関して運営さんが修正するという内容でツイートをしてました。その件についても触れていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、今回の初音ミクの育成素材がかなりきついという内容なんですけど、実際どれぐらいきついかと説明しますと、 EX スキルのレベル1からレベル2に上げるだけでこれだけの素材が必要なんですね。4つの高校の初級ブルーレイを18枚ずつ、まあ、かなり必要ですよね。ただ EX スキルはまだ良くて、このノーマル、パッシブ、サブに関しましてはなんと30冊ずつ必要になってます。で、これがどれぐらい多いかって説明しますと、従来の EX スキルはレベル2に上げるのに初級が12冊、次が中級12冊の初級18、4に上げるのに上級12の中級18、5に上げるのに最上級8と上級18が必要になります。まあ、そう考えると最初が12なのに対して18冊を4校分必要というのはなかなかの数ですよね。ただ違うところとしては、大パーツを必要としないというところは、まあ、かなり違うところだと思います。通常は大パーツも必要ですからね。その大パーツがない分ブルーレイが多いと考えても、さすがに不自然な量だったなと思います。12が4つでもないですからね。なので通常使うものと比べると、まあもちろん4枠必要なねものがあるんですけど、まあ、それにしてもちょっとブルーレイ多かったかなっていう感じはします。これはもう実装されてからすぐに、まあ、物議を醸し出していまして、そしてノーマルスキルに関しましてはレベル1から2に上げるのに初級が30冊ずつ必要になります。通常こういった素材になってまして、ノートが一番量えぐいですね。 EX はまだいいんですけど、このノーマル、パッシブ、サブを上げるのがかなりきついと言われておりました。そしてこの件に関しまして、実装当日の夜の11時半ごろ、公式さんの方からこのスキルのレベルアップに必要な素材数に関して修正の説明が来ました。一応内容読み上げますと、スキルアップに必要な素材量に関する意見を頂戴しました。至急確認したところ、必要な素材量に関して当初の設計意図とは異なってしまっていたことが判明しましたということで、文面を見る限り予定をしていた内容とは違ったという内容っぽく見えます。そしてこれに関しましては、11月の8日にメンテナンスがあるみたいで、まあ、そこで調整をする予定ですと、という内容がお知らせされました。そしてすでに上げてしまった方に関しては、スキルレベルアップに使用された素材の差分量を補填させていただきますということで、使った量と実際に予定していた量、これの差分を、メールボックスにお送りするという内容になってます。なので今のうちに上げておけば全部返ってくるとか、そういうわけではなくて、使った分と実際に予定していた分の差分を補填されるという内容になりますので、まあ、今上げても後で上げても変わりません。というか、まあ後で上げないと実際にその予定していた分の量っていうのも明確じゃないので、上げるかどうか悩んでいる方に関しては11月8日のメンテナンスを待った方がいいかもしれません。結構ツイッターの方で勘違いしていて、今のうちに上げておいたら帰ってくるって勘違いされてる方も結構いらっしゃったんで、一応まあ今回この動画で説明させていただきました。ちなみにツイッターで結構データをいただいてまして、 EX スキルをレベル3からレベル4に上げるときは上級が10冊ずつ必要で、なんと4から5に上げる場合は最上級が5冊ずつ必要っていうことですね。でしかもアビドス、ミレニアム、トリニティ、ゲヘナというね、まあ、一番使う高校のものが必要になってます。で全高校バランスよくやってるんだろうなとは思うんですけど、上級があまり使わない高校が多くて、最上級がマンモス校ばかりでかなりきついですね。実際に予定した量がどれぐらいなのかはさっぱりわかんないんですけど、現実的に上げられるような数値になると嬉しいですね。実際に初音ミクの性能検証に関しましては別の動画でやろうと思っているんですが、この情報が出るまでは、まあ、EX スキルは正直妥当な感じだと思うんですよ。まあ、コスト5でね、バフと回復がまあそんなにすごい水準じゃないんですけど、
上げられるスキルということで、まあ、5コスだったら全然使える範囲じゃないかなと思ってました。ですがこの情報が出てくるまではどちらかというとこの素材を払ってあげられる余力があるのかどうかで初音ミクを引くか引かないかという感じになっちゃってたんですね。ですが修正後に現実的な数字になるようでしたら正しい評価もできると思いますので、まあ、そのあたりも含めてまた動画にしようと思います。ということで今回のスキルレベルアップの素材っていうところでねちょっと勘違いされてる方もいらっしゃったので今回動画にさせていただきました。初音ミクに関しては別の動画で、性能評価を出そうと思いますのでよかったらその時に見ていただけると嬉しいです。それでは今回は簡単になりますがこの辺でご視聴ありがとうございました。